はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。今回はね、討伐戦ちょっと私ね完全にスコア伸び悩んでますね。ということでということでもないか、冬にゃん金貨ね第二形態まではかなり集まってたんですけど、一応ね冬にゃん金貨どう使っていくのっていう感じのお話をしていきたいと思います。まずね一つ選べるイベント小生絆箱、これはねまあ正直買えなくていいです。これがあんまりこの3体使わないのでこれにはまあ強化してる人はいいんだけどね、基本的に使ってほしいのは特に、ね、初心者中級者向けにお話しさせていただくと、このねスキル継承の羽ね、この群マシン強化系には使ってほしいなっていうところ、紹介状も今は特にいいかな、ここも全無視でいいと思います。でなんで使ってほしいのはこの羽ね、羽ですね。でキャラはまあこれは余裕があったらですかね、余裕があったら交換でいいと思います。S ランクのミッションは確かにあるんだけど、まあいいかなんで、まあ C って言ったら大京ちゃん、回復の群馬市いない人は大京ちゃん交換もいいと思います。で、あとは、イベント系ですね。イベント系、私も支部、頑張って8回交換してゲットはしているんですが、でね、転生の方の蛇行献身除火、転生除火の方が、解放されましたよね。で、あとは小生支部と、小生除火がいるんですけど、これね、今後どう考えていくかっていうと、特に初心者、中級者とか、まあ、始めたばかりの人って、解魔ないっすよね。で、スコアタとかで100万円ミッション、100万ポイント超えミッションが、もう私もね、サブアカの方でクリアするの、かなりギリギリで大変だったんですけど、でね、小生、転生、どちらかでいいので、5体いない人は、ジョカーゲットした方がいいのかなと思います。カイマってね、あんまり出てこないんだよね。なので、破壊は、選べるコインに入ってるんですけど、あと S ランクね。んで、なんだっけ。選べるコイン感謝、小生の方にも、小生破壊は入ってるんですが、であとね、この、小生召喚妖怪とかはね、初心者がね、全部集めるのかなり大変なので、とすると、除火入れていいのかなと思います。で、まあ私これ3凸してますけど、100万ポイントね、目指す上では、1凸でも十分強いので、はい。で、除火はね、この取り付く系があるので、4体系取り付くがあるので、4体系防衛でね、使えるので、はい。スコアタと防衛でね、使えますんで、はい。このね、超混乱、超サボり、防衛でね、4体防衛に入れてね、入れてる人、超睡眠もあるから、まあ、超睡眠イベントでも使えるし、って感じで、はい。ジョカ。まあ、無理せずね、小生ジョカでもいいと思います。3凸だったら、0凸ジョカより強いんで、はい。まあこの辺はうまいことやっていただければなと思います。海馬とにかくね5体集め、小生以上をね5体集めないと、だからあれだよね、ヌラリヒョンとか復刻してくれるとすごい鬼太郎がね終わっちゃうみたいなんで、ゲゲのがねなんか3月で終わっちゃうのかな、あ1月で終わっちゃうんだっけ、なんでぜひラスト復刻してほしいんですけど、はい、本当はねバックベアード転生でなんかねもう一回コラボやってやってほしかったけどね、という感じでちょっとねスコアタっていうのが来た時に100万ポイントね超えるといいぞっていうミッションがあるんで、はい、ちょっと回馬足りない人はねぜひちょっとここでジョカを加えるのがいいのかなと思います。ただね一応結構大変なんでポイント必要な、なんつうの、金貨多いっすよね。なんで、まあ途中まで貯めるっていうのでもいいと思います。
さっき私さっきのジョカで言うと800までね、持ってるのであと200で、限界突破できるんですけど、そう多分次のねイベントでもまたジョカが出てきてくれるといいな、あの商品出てくると思うので、はい、そういう感じで今回ゲットできなくてもまあ次来たらいけるかなぐらいのところでまた行くといいのかなと思います。なんで、まあ、ちょっと私これで1個とあと宝箱からやると思います。でね、支部はね、小生支部はいらないと思う。なんでジョッカーがね、開魔足りない人はこれそんなに多い金貨じゃなくてもゲットできるんで、まあそれでも多いか、75万でゲットできるので、持ってない人ね、開魔少ない人で持ってない人はまあジョッカーの方がいいかなと思います。開魔本当にね、なかなかね小生以上の開魔ゲットする機会がないので、はい、そんな感じですね。で、転生支部については次のイベント決まってから決めるでもいいと思います。ただ始めたばかりの人は結構なんつうのランキングに入りやすいと思うので、このランキング報酬で結構ゲットできると思うので、こいつがいると次のイベントでね、例えば前回のイベントの風民が今金貨アップになってるじゃないですか、これね金貨アップになってるので、金貨アップ系イベントだと必要なんですけど、例えばね最近だとちょっとまだ変わるかもしれないんだけど、スゴロクとかその辺だとダメージアップなだけで特にいらない、前回のイベントよりかいらないっていうイベントもあるので、ハイスコアチャレンジもね昔はポイントアップ妖怪になってたんだけど、最近はポイントアップ妖怪になってなくて、ちょっとこの辺は分かんないんだけど、ランクアップもそう、昔はポイントアップちょっとなってたのに、あ、ごめん、なってなかったらごめんね、最近はなんかダメージアップだけ、こっちの限界と国取り戦の限界突破と、そう討伐戦の全能力 50% アップとかにしかなってないので、まあちょっとその辺次のイベント始まってから決めるでもね、いいんじゃないのかなと思います。なんで私はなんか後で判断するのが結構好きなので、まあ、そういうね、あと判断系でも、個人的にはいいのかなと、はい、思ってます。で、これね、ジョカーの宝。で、私これでね、そう、前回の当たりとか、そう、そういうのも、もしかしたらね、小生の方には後々使った方がいいとかになるんで、私はね、溜め込むタイプです。で、そしてね、あと私ね、ちょっと今ね、スコア伸び悩んでるので、ちょっと恋ももったいないんだけど、前回のスコアタの花子さんの絆全振りしちゃおうかなと思います。ちょっとこれ計算間違ってたら悲しい運命にあるんですけど、一応70個交換すれば3500になるはずなんだよね。そう、これで、はい。これで花子さん4凸したいと思います。一応ね、花子さん、これでちょっとスコアで少しでもスコア上がんねえかな。一応ね、前回のスコアタで絆いっぱいゲットした花子さん、勇ましアップか、豪傑アップじゃなかったな、失敗したでもね、一応あいつ雷苦手なんで、支部はね雷苦手なんで、ちょっとねワンチャンこれで、はい、ちょっと花子さんでもうちょっとダメージいくか、ちょっとやってみたいと思います。これで花子さんが1万6000までね戦力いくので、うん、揚力も2500でね、かなりレベル上げるとかなり300ぐらいね上がるんだね。揚力2500だと3位だな、3位は変わんねえんだな。はい、そんな感じで花子さんちょっと使ってやってみたいのと、あとねさっきの開魔のねジョカーもこれでね限界突破で、これでやっと一突しないとね、ほんとさ、支部もそうだけど、イベント妖怪は一突しないと戦力1万いかないので、なんでね、はい、これで、いいんじゃないでしょうか。能力はね、さっき見した通りかな。はい。神の怒りを見よ、これとね、支部はそっくりで、各種ね、種族にダメージアップがあるんですよね。はい。なんで、根変化したいぐらいなんですけど、まあこれね、開魔揃ってない人は非常に、スコアタで役に立ってくれるのかなと
思います。はい、もうあのね、開幕ミッションがあるんだよね。で、そう、あと恋ね、今回あげなかったんだけど、恋ね、揚力がね、あんま高くないんだよね。なんで、不思議にょろろんで、まあ、これで上げても、戦力的にはいいんだけど、揚力上げてもどうなんだろう。まあ、もちろんね、国取りの防衛とかでは活躍してくれるけど、こいつがいるとなんかさ、倒れるまでに時間がかかって、周回もね、すごいめんどくさいキャラなんですよね。なんで、非常に能力はね、いいし、超混乱とか今後、ニョロロン水とか使うと思うんですけど、なんかね、アマテライヤーが結構揚力高くて、これ必殺水じゃないんだけど、まあ水があるのと、この屈原さんもいらっしゃるんでね、なんかね、恋が、あ、まあでもこれで揚力300ぐらい上がったら違ったのかな。はい、ただちょっとね、かなりいいんだけどね、クリティカルもあって、命中あって、雨の時強いし、水アップもあるしね、これで超クリティカルつけて、そう、しっかりやればかなりね、力を発揮してくれそうなんですけど、まあ、さっきも言う通りね、ずっと言ってるんですけど、プリチーポカポカがボスのイベントってめちゃめちゃ少ないんですよ。なのでね、ニョロロンと不思議って活躍する機会があんまりイベントでないんだよね。なので、はい、ちょっとその辺は、あとね、ちょっと転生ウィスパーに実は期待をしていて、こいつがね、4突5突になって超強くなって、はい、もう他のね、妖怪必要ねえよっていうぐらい強くなってくれることをちょっとだけ期待しております。まあなんせね、このウィスパー、ゴールドだとね、国取りの防衛がゴールドだと、参加しただけで500絆もらえるので、参加しただけじゃないか、ポイントも貯めなきゃいけないんだけど、はい。なので結構今回育てやすいと思うのでね。なのでちょっと転生ウィスパーに期待を込めて、ちょっとね、恋の方を、ちょっとカットさせていただいたかなという感じですね。はい、そんな感じで。コインね、コインというか金貨か。駒さん金貨ね、貴重なんで、あれですね。そしてやっぱり、結構国取り妖怪活躍してくれてるし、私見てわかる通り、イベント妖怪ばっかりなんでね。なんで、はい。このね、限界突破、かなりね、重要なんで、正直今回のね、支部も強いんだけど、なんといってもね、0突じゃよ、もうちょいなのと、3突だよね、超過護。ここまで行くのってね、かなりね、討伐戦妖怪って大変なので、討伐戦だけ大変なんだよな。ただね、やっぱりいいよね、命中クリティカル。あって自分の得意じゃない種族も得意な種族にも得意というね、しかも 50% ねで1体もあってという感じで、これもねきっと防衛で活躍してくれると思うんですが、ちょっとね揚力の低さが気になるっていうのと、妖術が吸収なんで、なんか大ダメージ与えたいっていうね、吸収が苦手なイベントってないんですよね。で、他の水とかだったら苦手な相手に 1.5 倍ダメージ与えられるんで、でね、揚力もちょっと低いので、私の使い方としてはね、いろんなちゃんとした使い方あると思うんですけど、はい、私の使い方としてはなんかね、今の小生支部もあんまり実は使いこなせてなくて、ちょっと私としては使いこなせないのかなっていうね感じがするんで、いいと思うんだけどっていう感じですかね。はい、じゃあ今回こんな感じです。皆さんね、自分はこういう風に金貨使ってるよとかね、こういうの優先してるよとかね、そういうのがねありましたら、よろしければねコメントなどで教えてください。ちょっと花子さんは思い切っちゃったかもしれません。あ、でも限界突破したから、そう、限界突破の、そう、クリティカルが上がったから、やっぱりねちょっとね期待したいな。5までいったら雷 30% か。はい、じゃあこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、ちょっと時間食っちゃったんで、花子さんお見せできないんですけど、それではまたお会いしましょう。さようなら。でもウサピョン強いからな、俺のこのウサピョンに勝てねえな。高血40あるしな。どうでしょう、雷で 1.5 倍勝てねえかな。